お待たせしまして申し訳ありません、オーディン様。状況を報告せよ。地上界はフェンリルの領域にてフェンリルと遭遇。しかしグレイプニルを使用できず取り逃がしました。逃がしただと？フェンリルを撃つ絶好の機会だったというのに。申し訳ありません、全ては私の力不足によるところです。バルキリーよ、世界は滅亡に瀕している。この危機を救えるのはお前だけなのだ。お前もフェンリルと対峙して分かったであろう、あの神狼こそ何としても倒さねばならん相手だ。お詫びのしようもありません。次こそはフェンリルを仕留めてみせます。どうだった？やはりどうにも迷いが晴れない。オーディン様に世界救済の真意を尋ねてこようと思う。待て、今から戻るつもりか？ああ、僭越ながら今は時期が悪いかと思われます。戻って質問を重ねてもさらに叱責を受けるだけかと。叱責だけならまだいいが、罰を受ける可能性もある。質問に答えてもらえる状況ではないだろう。やめておけ。みんなそう思うか？ああ、今は時を待つべきかと。分かった、フェンリルの聖罰を優先する。地上界へ向かうぞ。